こんにちは。こんにちは。ティービーズコバです。キママです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、ユニクロ U の新作、10月26日に発売された、新商品を購入してきたので、商品紹介とコーディネートをご紹介したいと思います。今回ユニクロの新素材を使った商品ということで、楽しみにしてたんですけども、購入したいアイテムがこちらです。ヒートテックコットンクルーネックティー長袖です。価格が1500円に消費税で、カラーは白と黒を購入しました。サイズが XL サイズを購入しました。一応カラー展開全部で5色あって、サイズ展開も XS から 4XL まであります。商品名の通り、素材が、表地がコットンで、裏地がヒートテックになってます。なので、夏に大人気だった、表地コットンで裏地がエアリズムの、それの冬バージョンという感じですね。ヒートテックバージョンみたいな、ね、これ多分今回初めてだと思うんですけども、なので皆さん気になってた方とかもう購入した方も多いと思うんですけども、白で見ていきましょうか、まずシルエットなんですけども、今回インナーでも着れるし1枚でも着れるようにしてあって、割とゆったりした作りですね。普通のヒートテックみたいなあんなぴったりしてない、1枚使いもできるように少しラフなシルエットになってます。そして素材感なんですけども、表地コットンということで光沢があってほんとつるんとした感じのコットンなんですけども、このコットンの雰囲気はまさにエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツの表地のコットンに似てますね。なので裏地がエアリズムなのかヒートテックなのかの違いだと思うんですけども、裏地がこういった感じです。ちょっと映像では分かりにくいと思うんですけども、裏地はヒートテックの糸を使ってるということで、1枚で着てもあったかいみたいな感じだと思うんですけども、ヒートテックの特徴って何でしたっけ？まずヒートテックは水分に反応してそれを熱に変えてくれる素材じゃないですか、なので特徴として発熱っていうのがあるのと、あと熱に変えるので保温性がある、あとはストレッチがあるって書いてあります。あ、そうですね、かなり収縮性効いてます。あとは糖質、汗を逃がしてくれるんですよね。ですね。それと抗菌防臭っていうのがあるみたいです、ディティールなんですけども、まず首元がこういった感じです。結構クルーネック、ここ幅が広めに作られてて、まあこれで1枚で着れるような感じですよね。そして肩にかけてドロップショルダーになってて、長袖、そんなに袖の幅は広くないです、そして袖のリブもちょっと幅広めになってて、まあ1枚で着てもおかしくないようなディティールになってます。そして身幅ちょっと広めになってて、裾に向けてこういった感じです。あと首元なんですけどもタグレスになってて、こうチクチクしないようになってます。それと黒なんですけども、黒の素材感近くで見るとこういった感じです。なんか真っ黒というよりかはちょっと汗った感じの黒ですかね。それでは早速それぞれコーディネートしてみたいと思います。はい、僕は身長178センチの70キロに今回のヒートテックコットンクルーネック T シャツの黒の XL サイズを着用してます。いい感じね。本当あれですね、一枚で着れますねこれ、全然、結構ゆるいです。やっぱ着心地がめちゃめちゃいいですね。着てる感覚としてはまさにインナー着てる感じなんですけども、今一応インナーにコットン 100% の半袖のインナー着てるんですけども、言っても生地がそんなに厚手じゃないので、インナーは1枚入れた方がいいかなとは思うんですけど、個人的には、ボトムスは先日ご紹介したユニクロ U のワイドパンツと合わせてます。キャップはノースエースのキャップと合わせてみました。エアリズムコットン T シャツの時もそうなんですけども、個人的にこのタイプのいいのはインナーがこんな感じでヒートテックとかエアリズムっていうのもあるんですけども、この表地のつるんとしたコットン素材、これが僕好きなんですよね。あの定番系のユニクロ U のあのヘビーオンスのコットンの 100% のやつもいいんですけども、このつるんとしたコットン、ちょっと上質な雰囲気でつるんとして光沢があるコットン素材、これがああいう綺麗めなジャケットのインナーとか、こういう綺麗めなパンツとか、あとスポーティーなボトムスとかアウターとか、こういうスポーティーなキャップとか合わせるときにちょうどいいんですよね。なんかバランス取れるというかまとまるというか。続いて白着てみました。ボトムスを以前ご紹介したユニクロのインラインのウィーメンズの定番のスウェットパンツの L サイズを着用してます。一応この下にも今1枚インナーを着てます、白の。これもやっぱ素材薄いので多分透けると思うので1枚インナーはいると思います。やっぱめちゃくちゃ滑らかで気持ちいいですね、着心地が。でヒートテックの暖かさもあるし、まあ、特に汗かいた時にですね、ヒートテックは本領発揮するんで、なんかシルエットがシュッと見えますね。ね、細く見える。ほんとほんとね、えすっきり見えますね。割と薄くてこう体型が見えやすいので、ちょっとワンサイズ大きいのを買うのがいいかなと思います、ですね。インナーに使うにしても、1枚で着るんだったらあんまりピチピチしない方がいいかもですね、特にお腹周り結構目立ちそうですよね、生地薄いし、まあ、ストレッチ効いてるので、でも全体的には締まってシュッとした感じで見える、こういう細身のパンツとかか
からかな。あ、まあそれもあるかもしれないですね、うん、まあ、なんでちょっとゆるいサイズ買って、うん、ボトムスこんな感じで細いパンツと合わせると1枚で着やすいかもしれないですね、うん、これにちょっと冬だったらダウン着たりとか、うんうん、アウター着てですね、あったかいですよね、だってヒートテックだしね、うん、そうそう、なんでこれに真冬でも厚手のダウンあれば、うん、もうこういう1枚でいいですよね、うんうんうん、なんで今だったらまあこの1枚でいいし、うん、冬だったらそういうアウター着て、うん、あとはかぶりのスウェットシャツとか、うんうんうん、ニットとかのインナーのレイヤードとしてもいいと思うんですけども、うんうん、さっきのユニクロと JW アンダーソンのスフレアンニットちょっと着てみてどうかな、あとはどれぐらい何センチぐらい出るかにもよると思うんですけどもあ、うん、どうかな、悪くない、うん、この出具合はいい感じの出具合ですね、うん、結構丈が短いんで身幅は広いんですけど、うん、あえてこのくらいざっくり、うん、このニットにはいいかなと思います、うん、でこれ結構首も詰まってるんですよね、普通のヒートテックとかに比べると、うん、まあ、なんで1枚で着れるというのもあると思うんですけども、うん、なんでこんな感じでこのスフレアセーターがちょっと首元広いっていうのもあるんで、うん、こうちょっと見せるのもいいですよね、うん、白いの、うん、いいね、この組み合わせ ね、うん、でも本当1枚でも使えるし、うん、インナーでも使えるし、うん、すごい万能だと思います、うんうん、まあ、これ1枚でちょっとお出かけ着にはちょっと物足りないかなって感じなんですけどもどうしてもそこまで生地感厚いって感じでもないので、うん、まあ、個人的には多分どっちかというとこうインナー使いとかアウターのインナーに着るかなと思うんですけど、うん、まあ、その辺お出かけするときにいいですよね、うん、さらっと着心地めちゃめちゃいいし、1500円ですしね、うん、安いよね、めっちゃ安い、え、あの半袖 T シャツと同じ値段じゃないですか、エアリズムコットン、あ、そうですね、ねえ、うんうん、なんでそうだ、あのエアリズムコットン T シャツよりちょっと生地感薄いような気がします、うん、なんであっちの方がちょっと重厚感あったような気がします、こっちの方がもうちょっとテロンとしてるかなということで、まあもうインナー使いもいいですし、うん、店頭に行ったらぜひチェックしてみてください、まあお買い求めしやすいですし、うん、動画の説明欄にも商品のリンク貼っておくんでよかったらチェックしてみてください、と、はい、いうことでこのチャンネルではお手頃なファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートやファッションアイテム紹介してますので、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします、インスタブログもアップしてますのでぜひそちらもチェックしてみてください、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。